第8章終隊。ミウソフはイワン・フョードロビッチと一緒に修道院長のところへ入っていった時、真実申し分のないデリケートな紳士らしく、急速に一種微妙な心的過程を経て腹を立てているのが恥ずかしくなってきた。彼は腹の中で、ヒョードル・パーブロビッチはどこまでも軽蔑せずには置かれぬゲスな人間だから、即刻長老の暗示でしたように彼と一緒に冷静を失って自分まで夢中になることはないのだと思った。少なくともこれについて坊さんたちには何の罪もないのだと、彼は修道院長のところの上がり口で急にそう考えた。もしこの坊さんたちがものの分かった連中でさえあれば、あのニコラ院長はやはり貴族での人だとのことだ。どうしてその人たちに優しく愛想よく丁寧に応対して悪いはずがあろう。議論なんかしないで帰っていちいち相槌を打って愛嬌で引きつけてやろう。そして結局俺があのイソップのあの道化のあのピエロの仲間ではなく、かえってみんなと同じようにあいつのためにひどい目にあったんだということを証明してやろう。軽装中の森林の伐採権も漁業権も、そんなものがどこにあるのか彼は自分でも知らなかった。今日すぐにでもきっぱり譲歩してしまおう。それにあんなものは値段にしてからがごくわずかなことなんだから。そして修道院相手の訴訟は一切取りやめてしまおうと決心したのである。こうした殊勝な心がけは修道院長の食堂へ入った時さらに強固になった。しかし修道院長のところには正式には間数が2つしかなかったので、食堂というものはなかったわけだ。もっとも長老の暗室よりはずっと手広く便利にできていたが、部屋の飾りは長老のところ同様格別贅沢らしいところがなかった。家具は20年代の流行遅れなマホガニーの革張りだった。そればかりか床にペンキさえ塗ってないほどであった。その代わり全体が光るほど清楚に磨き上げられて、上には高価な草花もたくさん置いてある。しかし今この部屋で一番見事なのは立派な器を並べた食卓だけである。まあそれも比較的の話である。とにかく卓譜はきれいだし、食器はピカピカ光っている。上手に焼かれたパンがミイロに、ブドウ酒が2本、修道院でできる素晴らしい蜂蜜が2瓶、それに金材でも有名な修道院製のクワスを入れた大きなガラスの壺などが出ていた。ウォッカは全部出ていなかった。後でラキーチンの話したところによると、この時の食事は5皿調理されていた。チョウザメの魚汁に魚肉まんじゅう、何か巧みな特別の料理法によった煮魚、それからのカツレツにアイスクリームと果物の干渉を取り合わせたもの、最後がブラマンジュに似たジェリーであった。ラキーチンは我慢しないでかねて近づきになっている修道院長の勝手口をわざわざ覗きに行って、こういうことをみんな嗅ぎ出したのである。彼は至るところに近づきをこしらえていろんなことを聞きかじっていた。彼は極めて落ち着きのない羨ましがり屋だった。人並み優れた才能を自覚していたが、それを神経的に誇張してうぬぼれていたのだ。彼は自分が一種の敏腕家になることを確信していた。もっともラキーチンはハレンチな男のくせに、自分ではそれを自覚しないばかりか、かえってテーブルの上に置いてある金を盗まないという理由から、自分はこの上もない正直な人間だと固く信じているのだ。これが彼に友情を寄せているアリョーシャを悩ませたものである。だがこれはアリョーシャばかりでなく、誰にもどうも仕方のないことであった。ラキーチンは
身分が低くて食事に招待されるわけにいかなかったが、その代わりヨシフとパイーシーの両神父にもう一人の僧が招かれていた。ミウソフとカルガーノフとイワンが入ってきた時、これらの人々はもう修道院長の食堂で待ち受けていた。地主のマクシーモフも脇の方に控えていた。修道院長は来客を迎えるために部屋の真ん中へ進み出た。それは痩せて背の高い、しかしまだ壮健らしい老人で、黒い髪にはひどくごま塩が混じって、面長な禁欲者らしい物々しい顔をしていた。彼は無言のまま客に会釈をしたが、一行も今度こそは祝福を受けるためにそのそばへ近寄った。ミウソフはまさに手を接吻しようとさえしかかったが、どうしたのか修道院長の方で急にその手を引っ込めてしまったため、結局その接吻は成り立たなかった。それに引き換え、イヴァン・フョードロビッチとカルガーノフは完全に祝福を受けた。つまり純朴な平民らしいチュッという音を立てて修道院長の手に接吻したのである。孫子様、私どもは深くお詫びを申し上げなければなりませんと、ミウソフは愛想よく作り笑いをしながら口を切った。しかしやはりもったいぶったうやうやしい調子で、他でもありませんが、私どもはあなたからお招きに預かっておりました連れの一人、ヒョードル・パブロビッチを堂々しないで参上いたしました。同志はあなたのご教をご辞退いたすのやむなきに立ち至りました。それも理由あってのことでございます。実は先ほど祖島長老の暗示で、あの人は息子さんとの不幸な親子喧嘩に夢中になって、つい二言三言場所柄をわきまえぬ、一口に言えば大変失礼な言葉を漏らしたのでございます。そのことは多分と、彼は二人の僧をちらと眺めて、もう孫子様のお耳に入っていることと存じます。それゆえ当人も自分の非を悟って心から後悔いたしまして、恥じった次第でございます。それで面目なさに私と子息のイワン・フョードロビッチにことづけまして、心からの遺憾と悔恨と懺悔を孫子様のお前に披露してほしいと申しました。要するにあの人は万事後で償いをするつもりでおりますけれど、とりあえずあなた様の祝福をお願いすると同時に、あの出来事を忘れていただきたいと申しておるのでございます。ミウソフは口をつぐんだ。この長台詞の最後の言葉を結ぶと、彼はすっかり自分で自分に満足してしまって、先ほどまでの感触は跡形もなく消え失せたのである。彼は再び心底から人間に対する愛を感じていた。修道院長は物々しい様子でこの言葉を聞き終わると、軽く首を傾けてこう答えた。一人立ち返られた方のことは衷心残念に存じます。この食事の間にあの人は私どもを、また私どもはあの人を愛するようになったかもしれません。さあ皆さん、どうぞ召し上がってくださいますよ。彼は聖像の前に立ち、声に出して祈祷を始めた。一同はうやうやしく頭を垂れた。地主のマクシーモフは格別ありがたそうに合掌しながら、ひときわ前へ乗り出した。ちょうどこの時、ヒョードル・パブロビッチが最後のいたずらを演じたのである。ちょっと注意しておくが、彼は本当に帰っていくつもりなのである。長老の暗示であんな不定裁なことをした挙句、そ知らぬ顔で修道院長の時へのこのこ出かけていくようなことは到底できない相談だと感じたのは事実である。が自ら暫起して自責の念に駆られていたというわけではない。あるいはかえって正反対であったかもしれない。
しかし何にしても時に連なるのは不作法だと感じたのである。ところが例の片馬車が宿屋の玄関先へ回されて、まさにその中へ乗り込もうとした時、不意に彼は足を止めた。先ほど長老のところで言った自分の言葉がふと胸に浮かんだのである。私はどこか人中へ入っていく時、いつも自分が誰よりも下劣な人間で、人から道化者扱いにされるような気がします。そこで私はそれじゃ一つ本当に道化を演じてやろう。なあに、あいつらの方がみんな揃いも揃って俺よりバカで下劣なんだという気になるのでございます。彼は自分自身の卑劣さに対して人に仇を討とうという気になったのである。ふと今、彼はいつかだいぶ前に、あなたはどうしたわけで誰それをそんなに憎むのですと聞かれたことを思い出した。その時彼は道化たハレンチの込み上げるままにこう答えた。それはこうですよ、あの男は実際わしに何にもしやしませんが、その代わりわしの方であの男に一つ汚い厚かましい仕打ちをしたんです。すると急にわしはあの男が憎らしくなりましてね。今それを思い出すと、彼はちょっとの間考え込みながら静かな毒々しい薄笑いを浮かべた。その目はキラリと光った。唇まで震え出した。どうせ一旦やりかけたものならついでにしまえまでやっちまえ。彼は急にこう決心した。この瞬間、彼の心の底に潜んでいた感じはこのような言葉で表すことができたであろう。もう今となっては名誉回復もおぼつかない。構うもんか。もう一度あいつらの顔に思い切り唾を引っ掛けてやれ。何のあいつらに侵蝕することがあるもんか。それっきりのことさ。彼は御者に待っておるように言いつけておいて、急ぎ足に修道院へ取って返し、まっすぐに院長のところへ赴いた。彼はまだ何をするつもりなのか自分でもよく分かっていなかったが、もうこうなっては自分を抑えることができない。何かちょっとした衝動があったから、それこそたちまちに極端な老烈な行動に出るだろうということはよく承知していた。しかしそれは単に老烈な行為にとどまって、犯罪だの裁判沙汰になるような悪ふざけというようなものでは決してない。この点では彼はいつも己を抑制する術を心得ていて、時には自分でも感心するほどうまくいくことがあった。彼が修道院長の食堂へ姿を現したのは、今祈祷が済んで一同が食堂に近づいた瞬間であった。彼は敷居の上に立ち止まって一同を一回り見回すと、みんなの顔をじろじろと眺めながら引き伸ばしたような臆面もなく意地の悪い声を立てて笑い出した。みんなわしが帰ってしまったと思っていたのに、わしはほらこの通りさと、彼は広間中に響き渡るような声でわめいた。一瞬間人々はじっと彼の顔を見つめながら押し黙った。今にも何か忌まわしい馬鹿げた事件が持ち上がって、きっと集体をさらけ出すに違いないと一同は見直したのである。ことにミウソフはこの上なく優しい気分から、たちまちにしてこの上なく獰猛な気分に変わってしまった。彼の心の中で消滅し鎮静したすべてのものが一時によみがえって頭をもたげたのである。ダメだ、これはもう我慢ができないと彼は叫んだ。断然できない、絶対にできない。カーッと血が頭に突き上がった。彼はゴンクに詰まったが、もはや言葉どころではなかった。彼は自分の帽子をひっつかんだ。
一体あの人は何ができないというんだろうとヒョードル・パーブロビッチがはめき立てた。何が絶対にできない、どうしてもできないんだろう。北条様、入ってもよろしゅうございますかね。ご招待に預かった一人でございますが。それはようこそ。さあお入りくだされ。院長は答えた。皆様誠に失礼ながらと彼は付け加えた。心の底からのお願いでござります。一時のいさかいを捨てて、この平和な食事の間に神に祈りを捧げながら、血縁の和楽と愛の中に一致和合してくださりませ。いやいや、ダメなことですとミューソフは我を忘れて叫んだ。ミューソフさんがダメならわしもやっぱりダメですわい。わしも帰ります。わしはそのつもりで来たんですよ。もうこうなればミューソフさんと一緒にどこへでも行きます。ミューソフさんがお帰りならわしも帰るし、お残りならわしも残ります。あなたが血縁の和楽とおっしゃったのが格別ミューソフさんの胸に応えたのですよ。院長様、あの人は自分をわしの親類だと認めておらんのですからな。そうだろう、フォンゾン。そら、そこに立っておるのがフォンゾンさんでさ。ご機嫌さん、フォンゾン。あなたは私におっしゃるので。地主のマクシーモフは唖然たる形で口ごもった。無論お前にだよとヒョードル・パーブロビッチは怒鳴った。出なかったら誰に言うんだい。まさか総院長様がフォンゾンであらっしゃるはずもなかろうぜ。でも私もフォンゾンではございません。私はマクシーモフです。いんにゃ、お前はフォンゾンだよ。北条様、フォンゾンというのは何者かご存知でございますか。これはある犯罪事件に関係したことでございますよ。この男は悪所で殺されたんです。お寺様の方ではああいう場所をこう申すそうですな。殺された上に裸に剥がれて、おまけにいい年をしておりながら、箱の中へ叩き込まれて貨物列車でペテルブルグからモスクワへ発送されたんですよ。しかも番号をつけられましてね。ところで箱の中へ叩き込まれるとき、バイタどもが歌を歌ったり、手巾つまりピアノですな、あれを弾いたりしたそうですよ。これが今申した当のフォンゾンなのでございます。それが墓場から生き返ってきたのですよ。そうだろう、おいフォンゾン。一体これは何たることだ、どうしたというのだろう。そういう声がそうたちの間から聞こえた。行こうとミューソフはカルガーノフに向かって叫んだ。いや失礼じゃがな。とまた一度部屋の中へふんごみながら、ヒョードル・パーブロビッチが甲高い声で遮った。まあわしにも言うだけのことを言わしてください。あちらの暗室でわしはぶしつけ者という汚名を着せられましたが、それというのもわしがほざいたからなんですよ。わしの親類筋のミューソフさんのお好みでは、言葉の中に紳士さよりは気高さがいいんだそうですがな、わしの好みはその反対で、気高さよりは紳士さがいいんですよ。気高さなんかクソくらいだな。あそうじゃないかフォンゾン。院長様へ申し上げます。私は道化者で道化じみた真似ばかりいたしますが、それでも名誉を重んずる騎士でございますから、忌憚なく初心を申し上げたいと存じます。さよう、私は名誉を重んずる騎士でございます。ところがミューソフさんの腹の中には、傷つけられた自尊心のほか何にもありゃしません。私がここへ参りましたのも、あるいは自分で親しく一見して忌憚のないところを申し上げるためであったかもしれません。私のせがれのアレクセイがここにおこもりしておりますでな、父親としてあれの身の上が気がかりでございます。また心配するのが当たり前でございますよ。
私は始終耳をそばだててお芝居をしながらそっと様子を見ておりましたが、今こそあなた方の前で最後の一幕をお目にかけるつもりでございます。一体今我が国はどんなありさまでしょうか。倒れかかったものは倒れてしまいます。また一度倒れたものはもう永久に起き上がれっこありません。それじゃあたまりませんや。私は起き上がりたいのでございます。有徳の神父様方、私にはあなた方が憤慨に堪えんのでございます。一体懺悔というものは偉大なる聖秘礼でございます。これは私もありがたいものと思ってその前にひれ伏しても良いくらいの覚悟でおります。ところがあの暗日ではみんな膝をついたまま大きな声で懺悔をしておるじゃありませんか。全体声を出して懺悔することが許されておるのでございますか。昔の商人様たちが懺悔は口から耳へ伝えようとちゃんと掟を定められました。それであってこそ人間の懺悔が神秘となるのであります。しかもそれが昔からのお定まりですよ。それでなくてどうして私がみんなの前でしかじかこういうことをいたしましたと、つまりそのしかじかこういうことを話すことができますかというんですよ。時にはとても口に出しては言えないことだってありますからな。そんなのは全く不定裁ですよ。いや神父様方、あなた方と一緒におったら鞭打ち教のお仲間へ引きずり込まれてしまいますって。わしは良い折があり次第宗教会議へ上申書を送りますよ。そしてせがれのアレクセイはうちに連れて帰ります。ここでちょっと断っておくが、ヒョードル・パブロビッチは世間の取り沙汰には耳の早い方であった。いつか意地の悪い残部が広まって大主教の耳にさえ入ったことがある。この修道院だけでなく、長老制度の採用されている他の修道院に関してであった。それは長老があまり尊敬されすぎて、修道院長の威厳さえ損なうほどに至った。とりわけ長老は懺悔の神秘を乱用するなということであった。この非難はバカバカしいものであったから、この町ばかりでなく全体にわたって自然といつの間にか消滅してしまった。ところがヒョードル・パブロビッチを捕まえて本人の神経を駆り立てて、いずことも知らぬ汚れの深みへ次第に遠く連れて行く愚かな悪魔がこの古い非難を彼の耳に吹き込んだのであるが、しかも当のヒョードル・パブロビッチにはこの非難の意味が初手からわからなかったのである。で、それを正確に言い表すこともできなかったし、おまけに長老の暗室では誰一人膝をつく者もなければ、大きな声で懺悔する者もなかった。したがって、ヒョードル・パブロビッチはそんなことを目撃するはずは全然なく、ただうろ覚えの古い風説や残部を種に、喋り出しただけの話である。しかしこの愚劣な話を持ち出すと同時に、うっかりバカなことを口外したなと気がついたので、自分の言ったのは決してバカげたことでないということを聞き手に、というよりはむしろ自分自身に早速証拠立てようと思ったのである。彼は自分でもこの先一語を加えるごとにすでに口を滑らせてしまった愚かな言葉になお一層愚かしさが加わっていくばかりだということをよく承知していたけれど、もう自分で自分を制することができず、まるで急な坂を下るように突進してしまったのである。なんという汚らわしいことだとミューソフが叫んだ。お許しくださいと突然院長が言った。いにしえからの言葉に人々我に様々なる言葉を浴びせて、ついには聞くに耐えざる汚らわしきことすらも口にす。
我かかる言葉をも忍びて聞く。これキリストの意実にして我がおごれる心をためんがために送られたるものなればなりとあります。それゆえ私どももこの上なく尊いお客人たるあなたに慎んでお礼を申し上げます。そして彼は腰を深くかがめてヒョードル・パウロビッチに会釈した。チェチェチェ、偽善と紋切り型だ、紋切り型の文句と所作だ、古臭い嘘っぱちと頭を地べたにくっつけるお辞儀の半分除く礼だ。そんなお辞儀は先刻承知の助だよ。唇に接吻、胸に合い口とシルレルの軍刀の中にもありますわね。なあ神父さんたち、わしはごまかしが嫌いで真実が欲しいんでさ。だが真実はその中にはありませんぜ。それはもうわしが言明した通りですよ。坊様方、なんだってあなた方は精進をしておいでなさる。どうしてそんなことの褒美に天国へ行けると思っておいでなさる。本当にそんな褒美がもらえるのならわしだって精進もしますぜ。ねえお偉いお坊さん、お寺に閉じこもって人の焼いたパンを食べながら天井の報いを待っているより、世の中へ乗り出して徳を行って社会に貢献されたらどうですな。しかしこいつは少々骨ですよ。院長様、わしでもなかなかうまいことを言いましょうがな。一体ここにはどんなご馳走があるんだろうと彼は食卓へ寄った。ファクトリアの古いポートワインにエリセーフ兄弟紹介の蜂蜜か。これはどうもお坊さん方としたことが。こいつはそれどころの騒ぎじゃない。酒の瓶をしこたま並べましたな。一体こういうものは誰がここへ持ってきたのだね。これは勤勉なロシアの百姓がタコだらけの手で稼いだ1カペイか2カペイかの金を家族や国家の入り用を後回しにしてここへ持ってきたんでさ。本当にお偉い北条様、あなたたちは人民の生き血をすすっておいでなさるのだ。それはあまりといえば乱暴な言い草ですとヨシフ神父が言った。パイーシー神父は強情に押し黙っていた。ミウソフはパッと部屋を駆け出した。それについてカルガーノフも飛び出した。じゃあお坊様方、わしもミウソフさんの後を追っていきますよ。もう二度とここへは来ませんぜ。膝をついて頼まれたって来るこっちゃありません。わしが千ルーブル寄進したもんだから、それであなた方はまた目を皿にして待ってなすったのでがしょう。何のもう決してあげやしませんよ。わしは自分の過去の青年時代や自分の受けた全ての侮辱に対して敵討ちをするんですと彼は憤怒の発作を装って拳でテーブルをドンと叩いた。このちっぽけなお寺もわしの生涯にとっては意味深長なところだった。この寺のためにわしはいろいろと苦しい涙を流した。女房の疲れた女をわしに立てつかせたのもあんた方じゃ。七つの会議でわしを呪って金財を触れ回したのもあんた方ですぞ。もうたくさんだ。今は自由主義の時代だ。汽車と汽船の世の中だ。千ルーブルはおろか百ルーブルも百カペイカも何の一カペイカだってあんた方にあげるものか。またここで断っておくが、決してこの修道院が彼の生涯に特別な意味を持ったこともなければ、彼がそのために苦い涙を流したこともありはしないのである。しかし彼は自分で自分の作り涙にすっかり感動してしまって、
一瞬の間自分でもそれを信じないばかりの気持ちになったのである。そればかりか感激のあまり泣き出しそうにさえなったくらいだが、それと同時にもうそろそろおみこしを上げる頃合いだと感じた。修道院長はその意地の悪いでたらめに頭を下げて再び威圧するように言った。またこうも言ってあります。何時の上に襲いかかる領辱をば務めて耐え忍び、かつ何時を汚す者を憎むことなく、自らの心を惑わしむるなかれ。我々もこの教えの通りにいたしております。ちちちち神分官のねえことと、くだらん弁舌だよ。お坊さん方はお好きなことを言っていなされ、わしはごめんをこむりますぜ。ところでせがれのアレクセイは父親の権利で永久に引き取ってしまいますよ。さあイワン・フョードロビッチ、いやさわしの尊敬すべきせがれや、わしの後からついてきなよ。ポンゾン、何もお前だってこんなとこに居残ることはなかろう。さあ今すぐ町の俺んとこへ来なよ。俺んちは面白いぞ。ほんの1エルスターそこそこだよ。精進湯の代わりにカーシャを添えた小豚を出すぜ。一緒に飯を食おうよ。コニャックも出すし、後からリキュールも出る。いちご酒もあるぜ。おい本尊、せっかくの幸運を取り逃がさんようにしろよ。彼はわめき立てながら手振り身振りをしながら駆け出した。ちょうどこの刹那、彼の出てきた姿を認めてラキーチンがアリョーシャに指さしたのである。アレクセイと彼は我が子の姿を見つけると遠くから声をかけた。今日すぐに家へ帰っちまうんだぞ。枕も布団もひっかついでくるんだ。ここにお前の匂いがしても承知せんぞ。アリョーシャは黙ってまじまじとこの光景を眺めながら釘付けされたように突っ立っていた。ヒョードル・パーブロビッチはその間に馬車へ乗り込んでいた。それに続いて別れのためにアリョーシャの方を振り向きもしないでイワン・ヒョードロビッチが無言のままむっつりして馬車へ乗ろうとしていた。しかしここであたかもこのエピソードの不足を補うかのように滑稽なほとんどありうべからざる一幕が演じられた。他でもない、不意に馬車の踏み段のそばへ地主のマクシーモフが現れたのである。彼は遅れまいとして息を切らせながら駆けつけたのだ。ラキーチンとアリョーシャは彼が走ってくる様子を目撃した。彼は恐ろしく取り急いで、まだイワン・ヒョードロビッチの左足が乗っかっていた踏み台へもう我慢しきれないで片足かけると、車台につかまりながら馬車の中へ飛び込もうとした。私もご一緒にと小刻みな嬉しそうな笑い声を立てて、強烈らしい色を顔に浮かべながらどんなことでもやってのけそうな意気込みで潜り込もうとしながら彼は叫んだ。私もお連れになって。そーら、わしの言わんこっちゃないてとヒョードル・パーブロビッチは有頂天になって叫んだ。こいつはフォンゾンだ。こいつこそ墓場から生き返ってきた正真正銘のフォンゾンだ。だがお前どうしてあそこを抜け出てきたい。どんなフォンゾン式を発揮してうまうまおときをすっぽかしてきたんだい。ずいぶん鉄面皮でなくちゃできないゲートだぜ。わしの面も千枚張りだが、お主の面の皮にも驚くぜ。飛び上がれ飛び上がれ、早くさ。わにゃ、この男を乗せてやれよ。にぎやかでいいぞ。どこか足元へでも座らせてやろう。いいだろう本尊、それとも御車と一緒に御車台へ乗っけるかな。本尊、御車台へ飛び上がれよ。しかしもう座席に座っていたイワン・ヒョードロビッチが突然黙ったまま力任せにドンと
マクシーモフの胸を突き抜けた。でこちらは一軒余りも後ろへ跳ね飛ばされた。彼が倒れなかったのはほんの偶然である。やれと、イワン・フョードロビッチは御車に向かって腹立たしげに叫んだ。これお前どうしたんだ、どうしたんだよ、なんだってあいつをあんな目に遭わせるんだ。そう言ってフョードル・パーブロビッチは体を起こしたが、馬車はもう動き出していた。イワンは何の答えもしなかった。それ見ろやいと2分ばかり黙っていてから、息子に流し目をくれながらフョードル・パーブロビッチがまた言った。お前は自分でこの修道院の会合をもくろんで自分で煽り立てて賛成しておきながら、今さら何をそんなにプリプリしているんだい。もうバカなことをしゃべるのはたくさんです。せめて今のうちでも休んだらどうです、とイワン・フョードロビッチは容赦なく決めつけた。フョードル・パーブロビッチはまた2分間ばかり黙り込んでいた。今コニャックを飲んだらいいんだがな、と彼は死活目らしく言ったが、イワン・フョードロビッチは返事をしなかった。帰ったらお前もいっぱいやるさ。イワン・フョードロビッチはやはり黙っていた。フョードル・パーブロビッチはまた2分ばかり待ってから、だがアリョーシカは何と言っても寺から引き戻すよ。お前さんにはさぞ面白くないことだろうがね、もっとも尊敬すべきカルル・フォン・モールさん。イワン・フョードロビッチは小馬鹿にしたようにひょいと肩をすくめると、外を向いて街道を眺めにかかった。それからずっと家へ帰るまで言葉を交わさなかった。カラマゾフの兄弟朗読その13、8集大読み切り。